んばんは。こんばんは、流星さん、こんばんは、松くんさん、こんばんは。おっきいさん、こんばんは。猫パンチさん、こんばんは。クレ星人さん、こんばんは。マイナスケさん、こんばんは。しゅんさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。テロップがきます。メリークリスマス。流星さん、ハートありがとうございます。そう、サンタ、あのメリークリスマスイブってことでサンタの帽子かぶりました。英作さん、晩はこんばんは。ギルスさん、こんばんは、昨日ぶり。リトさん、こんばんは。エリさん、クマの靴下ありがとうございます。エボックさん、こんばんは。葵井さんもこんばんは。そう、彩香サンタです。そう、今日はちょっと忘れずにこれ貼りました。オーディションの時に貼ってたハッシュタグあやぱん。まな、あ、お、ななさん初見です。あ、ありがとうございます。ぜひフォローお願い、よろしくお願いします。いいですかこれ。あ、こもちんさん、こんばんは。まつくんさん、メール取るよって、本当ですか。あ、そうだ、メールが今日、明日から、始まるんですよ。モバイルメールが、今日はあれですよね、体験メールですよね、今日は。うん、明日から配信。お、トロさん、メール登録したよって、ありがとうございます。え、体験メール見たよって、見ました見ましたか。え、もうもらったんですか。ひろしさん初見です。山形から見てますよ。正式のエヴァン大好きです。あ、ありがとうございます。山形からですか。ひろしさん、ありがとうございます。ゼロのひろっぴーさん、こんばんは。メールは今日からですね。今日は体験メール取ってみ、うっそー、どんな感じでした。ヘリさん、握手会終わって帰宅中です。あ、今日握手会だったんですよね。いいですね、一緒にパン屋さん行こうね。あ、これ2期生の誰かかな。え、誰だろう。あ、セリちゃんだ。パセリ。セリちゃんだ。行こう。今度行こう。一緒に。行きたい。マイナスケさん、とりあえず2期生はあやぱん取りましたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、パセリちゃん。パセリ STU 船押しさん、来月からメール取る予定でした。ありがとうございます。そう、メール、頑張って写真いっぱい撮っていっぱい載せたいと思うので、ぜひ皆さんメール撮ってみてください。いろんな写真載せたいなと思ってます。そう、壁をね、かわい、ちょっと壁貼ってみました、シール。のたさん、ハートありがとうございます。お、クレセーディンさん、メール登録しました。本当ですか、やったー、ありがとうございます。
お、ヨシタンさんもメール登録してよってありがとうございます。猫パンチさん、体験メールの自撮りはすっぴん？いや、すっぴんは多分私載せないと思います。多分メイク、絶対メイクしてるの、してると思い、た、うん、してると思います。年明けからメール取るよ。お、7000しずさんだ。ありがとうございます。あやかサンタさんの写真もプリーズ。あ、そうだね。じゃあ終わってから撮ろうかな。あ、なおちゃん今電車の中だからもう見れない。あ、今電車の中なんだ。ほうさん、メールお楽しみ。お、メール撮ってくださるんですか。ありがとうございます。やったー。あ、炎上さん、クリスマスのプレゼントありがとうございます。しゅんさん、次の2期公演決まったら行くよって。ぜひぜひ来てください。僕の太陽公演すっごい楽しみ。 CA のファンさん、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。炎上さん、メール楽しみにしてます。ありがとうございます。撮ってくださるってことですか。ありがとうございます。お、荒木さん、大阪の握手会取りました。あ、ありがとうございます。待ってます。たくさんお話ししましょう。今でも19歳には見えない。僕の太陽公演楽しみだね。楽しみですね。なんかどんな感じになるんだろう。本当に総帽子準備しました16人に入れるように頑張って。ありがとうございます。クレセイジンさん、タケルンさん、あやぱんの好きな、そうそうなんですよ。一番好きな公演だから。そうだ、そういえばお、エリさん、体験メールも可愛すぎます。ありがとうございます。いや、私本当に自撮りが下手すぎなんですよ。本当に本当に下手すぎだから、多分あれでもう、あれでもなんか一番マシかなと思って、あの写真にしました。2期生で一番可愛い。本当ですか。 STU 船押さん、ありがとうございます。大阪の握手も行こうと思ったけど仕事で行かれない。あー、仕事なんですね。全然大丈夫ですよ。すごい、その気持ちだけですごいありがたいです。中村道博さん、初見です。というのひろみ姫と、おー、来てくださったんですか。あー、ありがとうございます。楽しかったですか。それは良かったです。猫パンツ、ひまわり好きって言ってたっけ。ひまわり好きです。でもユニットできるか分かんない、分からないですよね。やりたいけど何のユニットになるか分からないし。眩しいアーシャ見てきたよ眩しい、そう、めっちゃ眩しかった。あれは本当に眩しかったです。おなぼう、おなぼうさん、はじめまして。こんばんは。はじめまして、ありがとうございます。フォローぜひよろしくお願いします。お、岡山の握手会も取りました。あ、ありがとう。荒木さん、ありがとうございます。嬉しい。ポラリスさん、初見です。メリークリスマス。帰省人数多いから埋もれないでね。ありがとうございます。ポラリスさん、そう、頑張ります。そう、自撮り慣れないと確かにワイルドなヒデさん、あやぱん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。前の1日な、何通配信予定ですかね。特に決めてないですけど、なるべくたくさん送りたいなと思っ
ってます。そういえば始業式の握手会は衣装らしいよ。何の衣装かな。初めて握手券いっぱい取った。始業式、あ、本当ですか。そう、衣装で参加らしいですね。何の衣装なんだろう。少し楽しみです。スマルさんこんばんは。モバイ登録したよ、ありがとうございます。あ、ワイルドなヒデさんもメール取ったよ、ありがとう。キヨ兄さんこんばんは。メリクリ。キヨ兄さんなんか久しぶりじゃないですか。リトさん しばらくはたどりでもいいんじゃない。あマツくんさんたくさんメール書いてくれる、まあたくさん書けるなら書きたいと思います。頑張って、なるべくたくさん。私国語力ないんでちょっと宗谷さん、クマありがとうございます。クマークマメリークリスマス。今握手会の帰り電車から見ているよ。おー、ありがとうございます。握手会楽しかったですか。今日平日です。今日平日なのに握手会ってなんか珍しいですよね。あ、うっかりあんこさん、クマの靴下ありがとうございます。自撮りで文章ごまかそうどういうこと、どういうこと。ヨシタンさん、体験メール取ったことないけど取ってみるって。ぜひぜひ取ってみてください体験メールっていろんなメンバーの体験メール取れるのかな、どうなんだろう。あ、やっぱ今までにクリスマスのプレゼントで思い出に残ってるのある。なんだろうクリスマスのプレゼント、なんだろう、なんだろう何頼んだっけ。あんまり覚えてないけど、何頼んだっけ。でもゲーム、小さい頃はゲームとか結構頼んでましたね、サンタさんに。ゲームのソフトとか。いや、もうもらってないって、もうもらってないですよさすがにあ、そう Wii のソフトとか確かにだった気がする。やっぱゲームのソフトって高いからなかなかあの小学生の頃とか買ってもらえないじゃないですか。だからそういう時に、そういう時に頼んでましたね。なんか2つ欲しいのがあって、ソフト1個はサンタさんに頼んで、もう1個はお年玉で買おうみたいな、そういう感じだった気がします。そう、クリスマスぐらいしか買っ、そうなんですよ。マツくんさん、おスポンティージーさん、あ、なんか書いてる。お、 STU48 2期研究生激応援、お、激応援してるんだ。あ、ゆきりかちゃんな、ゆきりかちゃん推しなんだ、きっと。お久しぶりですね。覚えてる。ん？ねえ。
そう、誕生日夏だからクリスマスかぶらないの、かぶらないですね。そうだから隣誰かいる、隣誰かいるよ。ヤッピーかな、だってみんなヤッピーかなって、なんか星投げてる音がだって。何何って、ママパンって来てる。ママパンじゃないよ。え、私の声遅れて聞こえてますか？星投げ音、めっちゃ星投げて。 遅れて聞く、声が遅れて聞こえるよ。一刻堂さんかよって書いてる。 聞こえてる、だって誰だと思いますか？スマホが一番、こんばんは、遅くなっちゃったって、あ、ありがとうございます。スマホが一番さん、スマホが一ん？ スマホが一番さん、隣サンタさん。 タピオカ投げ返そう、一粒ずつってどういうこと？ やっピー、やっピーってみんな書いてる。やっピーかユリニャ。 この時間に出れないメンバーかな。いや、全然出れます。なんかコメントしてる。やまびこ配信。咳してるから、やっぴ。やっぴー。そうです。正解はやっぴーでーす。やっぴーが隣にいます。そういえばヤッピーにヤッピーの許可、や、あのヤッピーに許可もらってますよ。カレーパン。可愛くないですか、これ。可愛いって。 あ、食べれないですよ、これ。あ、かわいい、だってかわ、あ、ありがとうございます、野田選手さん。あ、やっぱもうかわいいよって。本当ですか、松くんさん。 ありがとうございます。ナオニックさん、熊の靴下ありがとうございます。ねえ、もう 近くでやらないで、もう。 星投げ音って来てるよ、コメントで。ヤッピー星投げすぎやって。わ、真ん中に来たわ。ん？壇上じゃないけど。嘘。ほら、わかる？ん？真ん中真ん中。え、見えない見えない。これどうやって見るんだろう。あ、本当だ、すごい。仲良し、仲良しだよ。
たってみんな見つけてる。26位や。26位やん、すごい。いたいる、そう、ヤッピー26位。すでに抜かれ、すでに抜かれただって。そのカレーパン猫はガチャガチャ、ガチャガチャじゃないです、これ。なんかかわいい、え、これって言っていいのかな。なんかかわいい雑貨屋さんのところに置いてあったので買いました。これも、これも、これも。そう、そうな、そう、かわいいよね。そう。その中で一番好きなのどれ？一番好きなのは、でもこれ、これが、これかわいい。あ、クリスマスプレゼントありがとうございます、グレートマンさん。あやぱん倒しになってる。あやぱんアットマークが、アットマークはやっぱ楽しいなっとる、そう、ベーカリー。ともあきさん、こんばんは。こんばんは。猫好きだっけ。猫は、そう、動物が基本的に少し苦手なんですけど。でも本物とかではないから。くどやんさん、こんばんは。こんばんは。ドグラさん、今メール登録したよ、ありがとうございます、すごい嬉しいです、ありがとうございます。よしわんさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。けんいちばらさん、やっほーやっほー。ケンイチさんも久しぶりですね、来てくれてありがとう。家動物飼ってないの？家は動物飼ってないです。飼ってはいけないマンションだったので。お、今メール登録しました、のたさんだ、ありがとうございます。写真たくさん送りますね。ゆいぽーさん、こんばんは、もっともなファンです。お、ゆいぽーさん、ありがとうございます。嬉しいです。川しゅうさん、こんばんは。こんばんは。お、あ、熊の靴下、ありがとうございます。あやぱん大好き。あ、たけるんさん変わってる名前が。プレゼントありがとうございます。そう、たけるんさん、そういえば最終審査来てくださいましたよね、ありがとうございました。お見送りの時に言ってくださいましたよね、すごいありがとうございました。お、50あやぱん完了、ありがとうございます。トロさんに、動物苦手なのは何か理由があるの？なんだろう、なんでしょう、結構昔から動物は苦手な方でした。
記憶力はまあいいのかな、どうなんだ、普通といいの間ぐらいですかね。いいとはまだ言い切れないけど、うん、私あ犬恐怖症なんですか？三本の矢のサポーターさんは犬、私は犬は小さい犬だったら大丈夫、全然逆にめっちゃ好きです、小さい犬は。花ちゃんさん、熊の靴下ありがとうございます、ありがとう。ねえもうブマツくんさん、犬は好きなんだ、犬小さいのだったらめっちゃ好きです逆に。あ、えいひろさん、熊の靴下ありがとう。そうだ、えいひろさんも最終審査来てくれてありがとうございました。そういえば最終審査からだってショールーム配信ずっとなかったからお礼を言ってなかった。こもちんさん、ハートたくさんありがとうございます、ありがとうございます。お、やっぱり記憶力いいのでは。どうなんだろう、いいんですかね、記憶力じゃいいのかもしれない。ゆいぽんさん、あやぱんちゃんの東京の個別握手会取りました。お、本当ですか、ありがとうございます。ゆいぽんさん、東京ぜひ待ってます、来てありがとうございます。覚えてるとかすごい、いやでも本当に嬉しかったです、で本当にもう懐かしい最終審査。ひょっこりさん、あやぱんのクリスマス配信見れて幸せですって、本当ですか、ありがとうございます。こちらこそ名前呼ばれて嬉しかったです、いやこちらこそありがとうございました、本当に。ザッキーさん、こんばんは。ソーヤンさん、ハートたくさんありがとうございます。回収審査画面の前で祈ってました、本当ですか、ありがとうございます。無事に合格できてこうやってショールーム配信できて嬉しいです、ありがとうございます。なんかソーヤンさん、ハートお、たくさんありがとうございます。幕張横浜大阪待ってます、あ行きます、待ってます。待ってます、ありがとうございます。お、ヤッピー19位だって。速報。すごい。速報入りました。高尾さやかさん19位です。イエーイで。ソーヤンさん、ハートありがとう、たくさん。あ、タキシードさん。あやぱんで、こんばんは、ありがとう。ヤッピーも福岡の子だっけ、そうです、ヤッピーも福岡の子ですよ。ヤッピーに勝てんって書いてる。お、あやぱんのために星かっぱらってきたよって、ありがとう。昨日ね、サーヤと申し合った、頭く
あれ、アットマークのあれサーヤンと思ってやった、あれ福岡は可愛い人多いですね。本当に多い、本当にみんな可愛いよね。お、タキシードさんもハートありがとうございます。ハート。お、えいひろさんアイスありがとうございます。お、スティーブンさん、スティーブンさん、あれ、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。タキシードさんハートたくさんありがとうございます。福岡めっちゃ住みやすそう。福岡ね、めっちゃ住みやすいですよ。そういえばあんまり方言出ないよね。喋ってたらね、出ないです。あの、こういうショールームとかで喋ってたら、普通にヤッピーと話すときは普通に福岡博多弁、福岡弁出ます。普通に福岡は中洲のイメージがあるな。中洲、私でも中洲あんまり福岡に住んでるとき行ったことな、通るぐらいしか中洲は行ったことないですね。でも中洲ってご飯屋さんがいっぱいありますよね。鈴木さんも福岡なの。私は広島出身なんですけど、福岡に12、3年ぐらい住んでました。お、松くんさん、11月に仁義なき戦いを見に行った時にアマビ買って帰っ、お、どうでした？そう、私あの博多アマビっていう福岡のお土産があって、あまおうのわらび餅なんですけど、それがずっと食べてみたくておすすめしたんですよ、確かオーディションの時に。美味しかったですか？おー、いいな。結局私は食べてないです。ワイも博多座行ったけどそれ買ってない。あ、なんかどこに売ってるの、イトキングっていうところです。イトキングだっけ、なんかあの、イトキングだよね。わかる、わかる、博多アマビってわかんない、あ、知ってる知ってる、あ、わかる、イトキングのとこだっけ。そうなの、わかんない。そう、博多アマビっていうやつ、あ、タキシードさんだるまありがとうございます。うん、クニさん、ヤッピーには負けヤッピーには負けあ、タキシードさん、だるま100個ありがとうございます。だるま、ヤッピータワー投げようだってタワー投げようだってあ、ゼロのヒロッティさんもだるまありがとうございます。ゼロのヒロッティさん、まじまじさん、ヤッピーって福岡出身の子なの？ちょっと気になる。そうですよ、福岡出身、めっちゃ可愛いですよ。速報来た。お、速報16選抜入りしました13位までもう少しよ。ヤッピーが速報選抜入りしましたえいひろさん、かわいい、ありがとうございます。
ラジさん、先月初めて千葉から広島行ったんだけど、広電の便利さに感動した。広電、おお、そうなんですね。初めて、どうでしたか広島。あ、たけるんさん、熊の靴下ありがとうございます。ありがとう。みゆみ推しの人さん、ヤッピーって小顔の子って。そうですよ、小顔の子。なんか質問コーナーしようかな。あ、そうだ、一つ、あ、まあいいや、まあいいや、なんでもないです。なんでもないです。お、12月21日初めて広島行った。もし、あ、あれですか、お披露目イベントですか。もしかして松くんさん来てくださってありがとうございました。お披露目イベント初めてだったのかな。いつきさん、ハートありがとう。ん、どういうこと。キャバリアーズさん、こんばんは、サンタ帽似合うね、ありがとうございます。サンタ帽、今日はクリスマスなので。制限された、もし、ん、制限された。マツくんさん、お披露目イベント、あ、そうなんだ、やっぱりお披露目イベント初めて。来てくれてありがとうございました。お披露目イベントで初めて来たのか。クリスマスプレゼント欲しい、私も欲しい。カズヤンさん、こんばんは、こんばんは。もじもじさん、いつきさん、タコありがとうございます。タコ、タコ、お披露目、リトさん、お披露目は LINE ライブで見た。お、ありがとうございます。私も LINE ライブで見ました、お披露目イベント。星集めてたパルルが、え、パルルさんが配信してるんですか。え、本当に。今一番欲しいものは何かな。今一番欲しいもの、なんだろう。靴が欲しいです。あー、でも、なんだろう。和也さん、広島のおすすめグルメは、やっぱお好み焼きかな。3万人以上来てたよ。すごすごい、さすがだ、さすが。ガラスの靴、ガラスの靴じゃない。でも、なんだろう、でもなんかいろいろ、そうだな、もみじまんじゅうは好き。もみじまんじゅうめっちゃ好きです。あれが好き、チョコレートとクリームが好きです。広島ってお好み焼き屋さんいっぱいあるね。いっぱいありますよね、広島。本当になんか個人経営のお店とかが結構ありますよね、広島って。いっぱいだからある。甘いものと辛いものどっちが好き。ひろてさん、甘いものです。絶対的に甘いものが好きです。揚げもみじまんじゅう食べたい。わかる、それめっちゃわかる。私食べたことない、揚げもみじまんじゅう。なんかすっごい美味しいらしいですよね、揚げもみじ。美味しいよ、だって。
べてみたい。そう、甘いもの好きなんですよ、めっちゃ。本当に好きです。ん？メールの返信のハッシュタグ何にしますか。あ、そうだ、何にしよう、どうしよう、ちょっと考えておきます。タイガさん、小判ありがとうございます。ありがとうございます。小判揚げもみじ、宮島で揚げたて食べたらいいよ。あ、あ、そっか、宮島に、そうだ、宮島にあるのか。美味しいよ絶対。よしわんさん、3月21日握手会行くね。 ありがとうございます、待ってます。ヤッピーはおしさや、そう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 、ハッシュタグおしさやだよね。おしさやメール、おさや、おさやメール、おさやメールだったごめん。なんだろう、何しようかな。キャッチ、あ、キャッチフレーズじゃないや、ハッシュタグ決めておきます。タキシードさん、キャッチフレーズは決まった。キャッチフレーズはまあ、あのカッコ仮って感じで今決まってます。もじもじさん、あやぱんが STU に入ったらもう一度 STU 応援するってコメントしたからなって。あー嬉しい。じゃあこれから応援よろしくお願いします。あ、すごい鳴ったお腹。推し、それそれヤッピーの真似、真似になっちゃう、真似おすすめよくない？ヤッピーなんか喋ってたって。あやぽ。カレーパン。10時から配信ですよねだって。10時から配信言われた。仲良しやねって、仲良しですよ。あやぱんって呼んでます。このコンビ最強かよだって。やっぱ何時まで配信する？うん、どうしよっかな。うん、10時半ぐらいまでやります。来年の M1 2人一緒に出るって絶対無理でしょ絶対無理でしょ
サイレントになっちゃう。楽しい。何この空気で。あやぱんまで気を使ってからね。全然。あやぱんはもう弱めでお願いします。誰の配信？誰の配信？誰の配信？真ん中真ん中？え？片目配信なの？怖いっすってきてるよ。怖いですか？おお。何このケーキ食べよう。タイガさんバラありがとうございます。半分配信揺れる揺れる揺れる。まこさん、あやかちゃんの目好き本当？本当ですか？ヤッピーさん、クリスマスケーキじゃない？クリスマスケーキ食べるんじゃない？握手会でみんなサンタの格好、今日握手会でみんなサンタの格好してたのかな。いいね。タキシードさん可愛いよ。本当ですか？コモディさん自信か。一人でケーキ食べてずるいずるいぞって。あ、私ね、私も今日ケーキ食べた。もうケーキ食べた私。モッフィーさん、あやかサンタに癒される。本当ですか？モッフィーさん、かわいいクマ。ひろてさん、じゃあそろそろひなちゃんとこかバイバイ。ありがとうございました、来てくれて。一回全身見たい。全身、今日たまたまこの緑のワンピース着てるんですよ。なんかクリスマスツリーみたい。普通にこのワンピースです。ワンピース、これワンピースです。たまたま、別にクリスマスだから緑着たわけじゃなくって。白と緑が合ってていいね。本当ですか？皆さん、今って女性の方って見てくださってるのかな？どうなんだろう。女性の方いますか？あ、なおちゃまちゃん。お、エリさん、エリさんも。あ、そっか、アンケートしよう、アンケート。じゃあいいですか？うささん、こんばんは。こんばんは。じゃあ今見てくださってる方は男性の方か女性の方か。トロちゃんがインスタライブしてて、あやぱんのこと教えて可愛いって言ってた。本当ですか？本当に？本当ですか？嘘だ。
では投票したいと思います。1男性2女性投票スタート。言ってろ。本当本当本当ですか。5 4 3 2 1終了。おお圧倒的に男性が多いですね。あ、でも女性も見てくださってる。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そう、1多い。圧倒的に多いですね。なんで急に気になったの。いや、なんかどうなんだろうってちょっと思ってなんか比率とかちょっと気になって聞いてみました。でも本当に男性も女性も嬉しいです、もちろん。クマの靴下ありがとうございます。グレートマンさんありがとうございます。帽子どこで売ってたの。これは100均の帽子です。年齢も聞く。年齢って聞いていいのかな。年齢ってどうなんだろう。隣の人静かになったけど、隣の人今いない。今なんか向こう行ったあ、来たそう、100均年齢は NG で、年齢はいいか、年齢はいいや。じゃあ、年齢は握手会で当ててね。そうだね、じゃあ年齢は握手会で当てよう年齢は握手会で。じゃあフォーティエイサーヤンに伝えて。何？トロちゃんにサーヤン教えたのだって。そうなの。トロブユリさんにサーヤンのこと教えたって。目だけちらっ。ケーキ食べないの？食べた？食べる。食べる？あなたとクリスマスイブ歌う彩香さやかを見たい。見たいわね、だって。あなたとクリスマスイブってどんな曲だったかな？あれか、脳内パラダイスに出てるやつだ、あの歌あるやつだっけ。この二人は最強、やったあ、パーティーが始まるよか、パーティーが始まるよだ、そうだそうだ。あ、カラオケ配信、カラオケ配信いつかやろうかな。いつかやろうかな春春さん、あやぱんの豆取ったよ。 ありがとうございます。嬉しい。春春さん
ありがとう。たくさん写真たくさん送るねメール。そうカラオケ配信やりましたね。まさかやるとは思わなかった。オーディション期間中に そうそう制服でやりますとか言ったんだけど結局制服ねバンされたお体験メールは取ったけど体験メール取って取ってくださったんですか。ぜひメールもぜひお願いします。うんそう2期生で唯一の番え、そうなんですか。え、そうなんだ。そうまさかの朝やってた。そう確かそうそうそう朝からや朝からやったんですよあれ確か。懐かしい。隣の人のメールは取った。私のも取ってよ。じゃあ。ゼロのヒロッティさん。あ、ゼロのヒロッティさんわかる。お。そう、すぐ着替えた。すぐ着替えた。制服あやばそうまさかねまさかなるとは思わなかった。おうっかりあんこさん2人のメールだけ取ったぞって。あーありがとうございます。嬉しいメール。おヤッピーもパチパチパチってやってる。いい思い出、うん、いい思い出。ビさん、瀬戸さん、好きなパンは、好きなパンは何でも大好きです。そう、今日パン屋さんたくさん見つけたんですよ。めっちゃ美味しそうだった。買わなかったけど。でもミルクフランスが好きで最近は最近はっていうかここ数ヶ月は。そうめっちゃ美味しそうだった。明太フランス明太フランス美味しいよね。わかる。え、なになに？フレンチトーストとか小豆ミルク。小豆ミルクって何？フレンチトースト美味しいよね。わかる。フレンチトーストは美味しいよ。小豆ミルクって何？小豆ミルクって何ですか？好きなパンはあやパンです。ありがとう。葵さんありがとう。マングースさん焼きそばパンどう？焼きそばパンもめっちゃ好き。美味しい。ミルクフランス高校生の頃よく食べてたな。クニさんそうなんですか。いいよね美味しいよね。小豆ミルク興味津々。なんだろう小豆ミルクって。小豆バターね。小豆バターか。へえ、その相性は絶対いい。
自分でパン焼いたりします。自分でパンは作ったことないです。なんか発酵とかがやっぱりちょっとめんどくさいから、パンはやっぱり買うのが一番いいかなって。あ、22時になった。初めましてよろしくねって、ゆりラックマさんありがとうございます。初めまして、見に来てくれてありがとうございます。ね、配信始まった。始まりました。うん、うん、実はご飯派だったりして。いや、パン派です。パン派です。ケーキ食べるよ。ウッチーさん、初見です。あ、ウッチーさん女性の方かな。ありがとうございます。ウッチーさん来てくれてありがとうございます。今日もなんかいる。はじめまして、はじめまして、ありがとう。うちーさん、 NG サクライダーさん、仕事行ってくるけん今日はありがとう。今から仕事、行ってらっしゃい、頑張って、ありがとう。パン、パン好き。うん、パン美味しいよね。あ、そうだ、パン派とご飯派アンケート取ろう。パン作り配信ね。でもね、オーブンがないんだよね。僕的なエアパンは米粉パンのイメージ。あ、あれ YouTube のやつですか。カビハラさん、こんばん、こんばんは、初見です。こんばんは、カビハラさん、ありがとうございます。来てくれて、ぜひフォローよろしくお願いします。ヤマさん、パン好きなんですか。パン好きです。めっちゃ好き。ケン四八さん、50、こんばんは、50カウント完了、ありがとうございます。そう、トナカイかな、これは。カピバラ、カピバラさん、カピバラさんっていうのか。カピバラさん、タカチ、あやパン最高に可愛くて癒されて、これから夜勤頑張ってきて大好き、パワープラス。タカチさん、ありがとう。タカチさん大好き、ありがとう。また来てね。あ、そう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 。じゃあ1投票、今から投票したいと思います。1ご飯派、2パン派。1ご飯派、2パン派。では投票スタート。え、よし、1パンは磯ヶ谷さんも好きだよ。お、そうなんですか。そうなんだ。1ご飯派、2パン派です。両方投げるの、それはちょっとダメ。5、4、3、2、1、終了。ありがとう、ありがとうね。うわー、圧倒的ご飯派だ、やっぱ。そうなんだ、そうなるかなとは思ったけど。配信が切れました、ごめんなさい。ご飯派多いですね。ご飯リストです。カイさん、こんばんは、こんばんは、来てくれてありがとう。そう、充電のやつが出てきたら止まっちゃうんですね。すいません。お、不動産の話し方、ありがとう。ありがとうございます。え、
腹持ち良くなくないですか？良くなくない。良くない。ご飯ってあんまり腹持ちが良くない気がする。私だけかな？私パンの方が腹持ちがいいんですよ。良くないよね。やっぱり。良くないよね。パンの方が腹持ちがいい。共感してくれる人がいた。嬉しい。パンの方が絶対腹持ちがいいと思うんですよ。私。これも投票してみようかな。パンはあご飯の方が腹持ちがいい。あじゃあ投票機能を使ってみようかな。じゃあ1ご飯の方が腹持ちがいい、2パンの方が腹持ちがいい。何の投票って感じですけど、じゃあ投票 1がご飯の方が腹持ちがいい、 2がパンの方が腹持ちがいい。投票スタート。腹持ちの良さ対決。腹持ち投票ね。5 4 3 2 1終了。あ、ご飯が多いね。ご飯が多い。嘘。絶対パンだと思うよ。そう、ご飯が勝つ。腹持ち総選挙。ご飯が、私あ、荒木さん戻りましたって、お帰りなさい、ありがとう。私テストの時とか学校でテストがあった時とかはもうご飯だともうすぐお腹空いちゃって、もう本当にもうご飯、お米とかだともう1時間目とかから普通にお腹空いちゃうぐらい、ご飯って全然お腹にたまらないですよ。パンだと全然いけるんですけど、パンは昼前にお腹が鳴る。いや、ご飯はねもう1時間目ぐらいからすぐ、いや、ご飯はねなんか朝ご飯食べてもね食べた気がしないんですよ、あんまり。お米そう、なんでだろう、私の体がおかしいのかな。神経質作っていく。うん、なんでなんだろうね。まあどうでもいいよね、こんな話。どうでもいいよね。自分が腹持ちがいい方を食べればいい話だもんね。うん、それは個性。人によって違うんだね。うん、多分そういうことですよね。人によってだから違うのか。どんなパン食べるの？何でも大好きです。何でも大好き。ピザはパン類ですか？ピザもパン類じゃないですか？あ、ピザも好き。めっちゃお芋すさんでいいのかな、これ。こんばんは、こんばんは。スーさん、こんばんは、こんばんは。ピザも好きです。新さんだけよろしいです。いやいや、全然ですよ、全然。
猫、ね、パンチさん、熊の靴下ありがとうございます。中華まん、中華まんってなんだろう。中華のまん、中華のまんってそのままだけど食べたことないかもしれないです。宇都宮昭和さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。あやパンのパンは食べるパンのこと。そうです、カレー。あ、ナンも美味しい、めっちゃ美味しい。えひろさん、アイスありがとうございます。あ、肉まんは食べたことあります、もちろんもちろん食べたことありますよ。カピパラさんだよね。声がいいね、ありがとうございます。そんな、そうですか。あ、青い流れ星ブルートレインさん、オーディションと綺麗な訪問です。覚えてるよ、ありがとう、来てくれて、すごい久しぶり、ありがとうございました。応援してくださって、これからもよろしくお願いします。ひょっこりさん、バラの花束ありがとうございます。カレーなん食べ放題とかつい言っちゃう。いいね、カレーとなんの食べ放題とかあるんだ。ご飯にいっぱい投票しちゃったいっぱい投票しちゃったの。一日3食パンでも大丈夫ですか。え、大丈夫です。記憶力やっぱりええわでもオーディションの時にずっと来てくださってた方は覚えてます、もちろん。チーズ入ってるな、美味しい、美味しいよね。カピバラさん、1日3食クリスマスケーキは、ケーキはさすがに無理かな。今来てないかと思います。フラグビンビンな回想シーンにピエンさん、パンだけはあってもご飯だけ食べる人っていないよね。あー、確かに、そういうか、でもいない。でも好きな人は好きだと、好きだよね。でもきっとご飯だけでも。クレ星人さん、覚えてもらうと嬉しいです。クレ星人さんももちろん覚えてるよ、オーディションの時から来てくださってた。ケーキも好きです、ケーキも好きですよ。多幸祭、何が多幸祭かよ。お、握手会、葵さん握手会で並ぶね。ぜひ。どんなか、どんな方なんだろう。大阪で会うのが楽しみです、荒木さん。あ、ありがとう、来てくれて、来てくれてって、来てくださるということでありがとうございます。さっきの配信失礼、日曜から今日ケーキ食べる、今日はケーキ食べました。コンビニのやつだけど横浜で会うね。今グレートマンさん、横浜で、横浜、おー、待ってます。モンブランはどうですか。モンブランめっちゃ好きです。配信充電のやつで、これ充電がちょっとここ届かないんですよ、すいません。30分まではでも持つと思います。2月8日感謝枠出したいなって、ね、もしできるのであれば感謝枠もやりたいですね。やりたい、やりたいっていうか感謝枠もできたらいいな。
充電、まあ大丈夫です。30分までは大丈夫です。うどん派ですかそば派ですか。うどん、うどん、うどん、あーでもあーわかんない、うどんかな。でもそばも美味しいよね。お、お、カオルさん、今日カオルさん大阪と岡山行くね。あーありがとう、ありがとうございます。待ってます。握手会、握手会って私でも本当に行ってた側だから自分がやるっていうのが不思議でしょうがないです。本当に本当に本当に。しんやさんはじめまして、土曜生で見てましたよ。おーしんやさんありがとう、来てくれさってありがとうございました。生で見てたよって。どうでしたか。どの辺にいたんだろう。当日レーンに並ばないようにということだろう。ケーキは、遠征したヤパンとだけ会って帰るの楽しみ。遠征ありがとうタケルさん、待ってます。お、ゼロのヒロッティさん、モバメ登録しとくねって。お、やったー、ありがとう、ありがとう、嬉しい。オーディションの時よりみんなの成長がやばすぎました。本当ですか、嬉しい。ぜひ研究生公演も来てくださいね。新一さん初めて来ました、 ST 推しです。 ありがとうございます。新一さん初めまして、ぜひフォローお願いします。なんかちょっと帽子取ろっかな、取っていいですか帽子、ちょっと帽子取ろ、髪ボサボサだけど。なんかそう蒸されない。あ、そう、生理そう、僕の太陽公園絶対にいい公園にしたい。ねえ、蒸しパンって言い方やめてください。蒸しパン、皆さん何の曲が好きですか、僕の太陽公園の中で。シチュアートさん、メリクリ、メリークリスマス、イブイブ。お、えいひろさん、昨日から僕の太陽公園の動画見て予習始めました。おいいね、それは楽しみです。にゃんころさん、あやぱんこんばんは、初見です、ありがとう。にゃんころさん来てくれてありがとうございます。僕の太陽、ひまわり、ひまわり、やっぱひまわりいいよね。しんいちさん、ルームフォローしましたって、ありがとうございます。え、エンターさん、こんばんは、こんばんは。ひまわりやっぱ多い、多いね。味わうよ。
ランランラン。あ、夕日を見ているかいいよね。感動、感動の感動だよね、あの曲本当に。蒸しパンなんて呼ばないで。竹内先輩も好き。竹内先輩の竹が間違ってる。夕日いいですね。あ、ビバハリケーン、ビバハリケーンもいいですね。え、ビバハリケーン、ビバハリケーンって合ってるんかな、イントネーション。ビバハリケーンかな、ビバハリケーンかな。ビバ蒸しパン。あれ、え、ビバハケーン、ビバハリケーンなってるのかな。ハリケーンだよね。さっきの間違いだよね、絶対。ごじったよね、絶対。ビバハリケーン。感謝録はあれだよね。もうツーショット撮れたりサインできたり。です。でも音ができるとっても。あ、ロックさん、ありがとう。ビバハリセン。かいい。今からやっぱの出る僕の太陽公演が楽しみって、え、ありがとうございます。16人の中に選ばれるように頑張りたいと思います。熊の靴下ありがとうございます。ほうさん、握手会で会いましょう、会いましょう。会いましょう。あやぱんなら大丈夫って。塩根さんありがとう。塩根さんって塩根ちゃんでいいのかな。あやかちゃんダンスうまい上手だし、きっと入れるって。私別にダンスね上手じゃないんですよ。うささん、あやぱんのもばめ撮ってみようかなって。ぜひぜひお願いします。たくさんメール送りたいと思うので。長々さん、うちはザンさん、こんばんはんこそばん走行、こんばんはんこそばん走行、こんばんは。まさゆきさん、こんばんは、こんばんは。来てくれてありがとうございます。ごめんなさい、皆さん充電が切れちゃいました。こっち来る、すいません。今充電つなぎました。今つないだんだって充電。すいません、絶対大丈夫だと思ったのに切れた。すいません皆さん。暗めの組み合わせで可愛いよね。あ、よかった。すいません、いきなり切れてびっくりしましたよね。すいません、急にバッて切れたか、携帯が壊れたかと思った、うん。びっくりした、ごめんなさい。治ったね。ああ、すぐに充電が切れちゃう。すいません、充電のあれがと届かなくて。充電が届かなかったんだって。では
では皆ランキングの方を発表させていただきたいと思います。ランキング発表するんだって。なんで今配信する？今配信してるよ。あ、そういうことか、分かった。どういうこと？声だけでさ。あ、違うよ、そういうことじゃない。では13位から発表したいと思います。13位、くにさん、ありがとうございます。12位、マツク、あれ変わった。13位、マツくんさん、ありがとうございます。12位、すみっこ好き、アットマーク、あやぱ推し、大阪行くかも、お、ぜひ来てください、ありがとうございます。11位、ほうさん、4月の大阪区司会で会いましょう、ありがとうございます。10位がグレートマンさん、あやぱんたん楽しい、ありがとうございます。9位コモチンさん、ありがとうございます。8位ギルスさん、ありがとうございます。7位、あやぱん大好きな、お、変わってる名前が、大好きタケルンさん、ありがとうございます。6位ドゥグラスさん、ありがとうございます。5位オッキーさん、ありがとうございます。4位がタキシードさん、ありがとうございます。3位が前之助さん、お、東京来てくださるんですか、握手会、ありがとうございます。2位はナワニックさん、ありがとうございます。そして1位がソーヤンさん、幕張横浜大阪行きます、待ってます、ありがとうございます。皆さん、あ、すごい、この終わった後にさ、ありがとうってコメントがたくさん来てすごい嬉しいんですよ、いつも。ヤッピーには勝った、ヤッピーには勝った、勝ったって。負けた、ヤッピー負けた。ねでは、あ、ヤッピー24位か。ということで、高尾紗友香さん24位ということで。24位でした、ね、この配信。お疲れ様、ありがとうございます。では、皆さん、ありがとうございました。途中配信切れ、何回もちょっと途切れてすいませんでした。では本当では次も頑張ります。では配信終わりたいと思います。夜遅くまで見てくれてありがとうございました。また来てください、ありがとう、バイバイ